Hey guys! Hey guys! 沼箱のお時間がやってまいりました。今回は、29通いただいております。めっちゃ来てますね。今回もセットで分けてます。1セット目、2セット目、3セット目。10、19ありますので、うん、何セット目の何枚目というふうな指示をお願いします。では森田さんからいきましょう。2の2、2の2、1、2。はい、いきます。じゃじゃーん。お、ペンネーム春吉さん9歳、高知から来ました。ピザの生地はパリパリ生地派でございます。質問どうぞ。深海魚が好きです。もっといっぱい増やせませんかとの質問です。深海魚は、ね、飼うことそのものがまあ難しいし、あんまり長生きしないし、何が一番難しいか言うと、はい、調圧。調圧、どんな字書くんですか。調整の調に圧力の圧、水圧を調整すること。そうそうそう。結局あのマハタなんかそれほど深海っていうわけでもないのに、まあクエの中ね、あのまあ水温低めのところに入れとくだけではなかなか飼えない。そうなんや。目がボンと飛び出てくるから、あ、圧力が、低すぎて。そうね。そうで、まあ、深海から逆にね、まあ、上げられてもね、上に上げてしまったら浮き袋とか出てきたりとかね、まあいろいろ問題がある。うちではなかなかね、確かに頑張って買ってるところもあるにはあるけれども、うちの設備と、道具ではちょっと難しい面も多いかなというところでありますね。はい、深海魚はちょっと増やそうとは思うんですけども、ちょっと施設面の問題で厳しいところがあるということですね。思わないでもです。それに別に深海魚じゃなくても、世の中には楽しい魚、飼ってみたい魚がいっぱいおる。なるほどね。もっと深海魚以外のところにも、別に飼えないものを飼うよりかは、あの買えるものを充実させる方が俺は飼育としては意味があるとは思うね。ちょっと9歳の子には難しい回答だったかもしれないですけどもまあそういうことでございます。春吉くん、ありがとう。ありがとう。じゃあ皆さん浄化してください。浄化。じゃあ、ありがとうございます。続いて誠一さん、はい、どうぞ。そうしたら1の7、1の7、はい、7枚もあるかな。3、4、5、6、7、はい、いきます。はい、じゃじゃんじゃじゃーん。おー、これは、マリリンさん。マリリンさん、年齢秘密。秘密。高知から来ました。高知、はい。ピザの生地は無記入でございます。無記入。質問どうぞ。1番、1番、ウミガメは個人で飼えますか。ウミガメは個人で、あ、いっぱいあるんですか。2番まである。2番まである、ウミガメは無理やな。無理ですね。無理やな。あれは僕もちょっと詳しくはあんまり言えないですけど、そもそも決められてますよね、確か。ウミガメは全種ワシントンかかっとる。ワシントンかかっとる木。サイテス、サイテスじゃないか、ワシントン、サイテスか、サイテス、サイテスって言って、取ってはいけないやつがあるんで、正直普通の人は、一般の人は買っちゃダメです。大学とかそういう研究とかに使うのに申請をして、そこで買うというか、研究目的としてだったりとか、あとこちらもね、あの申請とかを出してちゃんと飼育はしているので、はい、一般の方は無理です。買えません。条約違反となってしまう。条約違反になると捕まりますよ、はい、それプラス、ね、個人で大きな海水の、あのプールなりなんなり設備を持つのは、まあ大変。ああ、まあそのハードルを超えたとしてもね、超えたとしても、まあまず無理。一般家庭は、まあ飼育は難しいですね、一般の。そりゃもうものすげえ大金持ちで、海のそばに家が建っとって、ほんで庭にでかいプールでも構えれるやったら話は別やけれども、そうじゃない、ごく普通の一般家庭では難しい。そうですね、
なんでまあ海岸でちっちゃいウミガメ見つけて持って帰って飼育っていうのあると、まあ、ダメなんですね、捕まります。では2番いきます。赤ウミガメと青ウミガメは赤くも青くもないのになんでそんな名前なんですか。なるほど、なるほど、結構いい質問ですね、うん、で赤ウミガメは赤っぽく見える、うん、確かに色合いはどちらかと言うたら、まあその日に当たるようでも結構変わってくると思うんですけど、黒っぽくなったりもするし、うん、どちらかと言ったらうちは結構茶色薄赤くもないな。でもそれに真面目に答えるよりかは、うん、動物の和名っていうのはものすごい適当なもんが多い、うん、色なんか特にそう、うん、だから和名、標準和名にあんまり意味はない森田の暴論暴論じゃねえよ、いや、本当にそうだ。まあまあ確かにそれはあるんですね、うん、青とか言ったのめっちゃ黒い高くなるんですね、色に変えまあ、青ウミガメと赤ウミガメの違いって言えば、まあ一番わかりやすいのはそうですね、甲羅のなんか数とか、あと甲羅の後のね形とか頭の形めっちゃ言うやんそれそうですね、基本的にまず食べるものが全然違いますんで、青ウミガメはだいたい海藻とか植物系の方を食べてるんで、うん、で赤ウミガメは逆に甲殻類とか魚、まあ雑食ですね、何でも食べるんで赤くなる。アスタキサンチン、頭がね大きいんですよ、うん、青ミガメは比較的小さいです。海藻なんて食べるんで、うん、大きい理由がなくて、赤ウミガメは甲殻類とかを食べるんで顎の力が強くないと、あの何て言ったらいいかな力が強くないと、食べれないので、それで頭が大きいっていうような見方とかもありますね。ものすごい簡単に言えば、赤ウミガメの頭の形はホームベース型、うん、青ウミガメは卵型、うん、という回答でございます、うん、マリリンさん、こちらの質問まだ浄化しません。これね、うん、藤井さんがですね、うん、藤井さんがあのこれを詳しく解説したいですって言ってたんで、マリリンさん書いてくださってありがとうございます。これまだ浄化しません。藤井がまた藤井がより詳しくより詳しく回答したいです。今日は藤井は休みでございます、はい、そう、なのでまた後日でございます。じゃあ最後私いきます。はい、3の3123、はい、3、こちら、おおおおおお、長井雄生さん、お前回もありましたね、14歳の方です。どっから来たん、これなんて読む、宝中自分の中学校の名前じゃないかな、かな、かな、宝中、はい、ピザの生地はパリパリ生地派です。クジラの卵の大きさはときました。それマジで言ってるのか。だからそれはもう質問ですから、卵、クジラの卵の大きさ、クジラはですね、哺乳類なのでそもそも卵を産まないんですよね。卵を産まずに人間と一緒でそのまんまお腹の中で胎児ができて、それを出産するといった出産方式をとっています。でですね、クジラの赤ちゃんの大きさ、胎児の時の大きさどのくらいかというと、これは笠浜水族館に来てください。お腹の中でまだへその緒がつながってる状態の、あれザトウクジラか、ザトウやね、確かに、そうザトウの、あの胎児のめっちゃ貴重ですよ。僕も来てびっくりしましたよ、見て、ないですよね、なかなか、うん、あんなん初めて見たもん。そう、あのまだお腹の中にいる状態のクジラの赤ちゃんのホルマリン漬けがありますんで、ゆうせいさん、この宝中からまた浜水に来てください、はい、クジラは、哺乳類なので卵ではありません、はい、浄化、はい、ではゆうせいさんありがとうございます。浄化させていただきます。せーの、はい、ありがとう。それではまだまだ沼お待ちしております。面白いですね。じゃあ沼、じゃあ沼。